小さい人いらん感じ。あー、いるいる。忘れてあったー。またおっさん忘れてあった。いや、何よりも小さい人ね。いや、もう言って。見たらびっくりする。いやいや、そんなんもうええねん。なあ、もうそんな茶番はいらんな。茶番違うよ。一番はやっぱ小さな人、可愛い、可愛い。ほら、まあまあまあ可愛らしいやん。まあまあってなんや。でも大丈夫よ、これじゃ安心しよ。おっしゃんはチーターの次にあんたが可愛い。あんたのだいぶんだいぶん下にも全然見えへんぐらいの差を残して、小さい人がまあちょっと気にかかるみたいな。可愛いんちゃうね、ちょっと気にかかるぐらいな。もうなんか人猫畜生をやっぱり大事にしたけど、なんかどうぞできるのか。でもばあちゃんに至っては完全に孫よりこわちゃんの方が可愛いしな。でもごめんな、ママはな普通の親やからな、小春ちゃんより小さい人が可愛い、大事、ごめんな。ずるいな、あんた。自分で編集して自分で作んねやから、そんなん言うて、あんただけ。なんでそんな、ええとこ取りやの。おばあちゃんと私落としといて、自分だけええとこ、でーんと取らはんねん。それはないで、ほんまに。ほら、ひどいわ。これや、これやから私はあんまりな、小春ちゃん動画でな、コメントできひんようになってきたんや。わかる？自分一得意。おじさん喋ってるところ音量下げとくわ。あかへん。大事なこと言うた今。そんな大事でもないで。